目指す私にぜひ必要なのはこの方です。ドクターパソコンこと宮永先生です。どうぞ。こんにちは、宮永です。今週も楽しくパソコンを動かしながらベーシック言語を勉強してまいりましょう。今日はですね、スタジオに可愛いお客様に来ていただいてるんですよ。特に今日はぐっと平均年齢が若くなっております。そうですね。そうですね。でもお子さんなんですけどね、自由自在にパソコンを操れるんですよ。だこういう方が正真正銘のパソコンギャルなんですよ。あら、私は私もギャルでございますよ。ギャルじゃないでしょうね。まあ、何かお話を聞いてみましょうか。そうですね、聞いてみましょうね。ああ、それにしてもね、鮮やかな手つき、すごいんですよ。すごいんですよ。この手つきがね、早いんですよ。お名前は何ですか？松本さやかです。松本さやかちゃん。お名前は？松本美佐子です。兄弟ですか？はい。あ、うん、松本さんの。さやかちゃんはいくつ？9歳です。9歳ってことは小学校の3年生。3年生。2年生です。2年生。2年生でこの鮮やかさ。すごい。ね、いつから始めたの、パソコン？3ヶ月ぐらい前。聞かなければいいことは聞く。これ3ヶ月でもすごいですね。当然お家にパソコン持ってるんでしょ？ないんです。はない。はい、なくてこの速さ。それじゃあどこでパソコンやってるの？マイコンショップです。あら、マイコンショップ。マイコンショップ。ドクター大したも3ヶ月でマイコンショップで、ね、別にね、驚くことないんですよ。はい、今全国にね、マイコンショップ、それから最近は百貨店あたりにもですね、ボツボツこういう機械を置いてくださるとかできてる、来てるんですけども、どこでも喜んで触らせてくれますので、みんな気軽にそういうパソコンショップなんかに出かけてですね、この子たちに負けないようにとにかく触っていただきたいと思います。それでは日曜日にはパソコンショップに出向きたいと思いますね。そうですね、はい、本当に。ところでドクター、今日のベーシックは何ですか？今日はね、はい、パソコン自身に、何かプログラムの内容を判断させるという、if then っていうのがあるんですけれども、その if then を、勉強します。何々ならもし何々ならこうこうなる、でなければ何か他のことすると、これがまあ if なんですけれども、この子たちのプログラムにも多分 if then っていうのが入っておりますよ。ありますね。ありますでしょう。はい、あそこの、130番ですか。なんか面白い機能を使っちゃって、ちゃんと使ってますね。もし何とかであればその時にはどうなると。なるほど、これが if ですか。はい、ずっとそれで右の方に行くと then っていうのがあります。もし if がなければその時は、そういうこと考えちゃいけないですかね、今の段階で。どうなるんでしょうね。どうなんでしょうね。まあ美佐子ちゃんとさやかちゃんにはこのままプログラムを作っていただいて、はい、番組の終わり頃にそのできたものを見せていただきたいと思っています。そうですね。はい、じゃあ私たちはもうこれ、このパソコンの中にねプログラムが入っています。一つランさせてみてください。はい、ラン、それでシアですね。そうですね。あらおなんか数字はどんどん出てきて、滝みたいですがね。なんか壊れたんじゃないんですか。壊したんでしょうかね。止めた方がいいですかね。どうやって、こんなことして止まんない。あら、まだ動いてる。動いてる。あら、カセットのストップ、そんなことは。電源ですか。車みたいに、ブレーキ。今ね、ブレーキいいこと言いましたけどね。よくご覧になってください。そこに書いたボタンがありますでしょ。ブレーキ、はい、ブレーキ。そうなんですがね、これね、間違ってこう今こうやった時に、押すつもりがないのを押してしまったところがあると逆にまずいことがありますんでね、はい、シフトブレーキというようになっております。シフトキーを押してブレーキを押す。はい、はい、あ、止まった。あ、止まりました。止まりましたね。かしまた、なんでこうなるんですか。みたいですか。みたいですね。じゃあリストを出してみてください。リスト、はい、そうですね。まず最初画面をきれいにしてですね、それからリストでシェアと。はい、たったこんだけのもんですか。5行ですね。短いんですね。プログラムはこういう具合になってますね。はい、はいはい、10番、まず C を0にしなさいと。はいはい、これはいいですね。 C を0、C というものを一番最初0にしてほしい。 C は0と。
でこれはまあ一番最初の良いみたいなもんなんです。C のゼロっていうのはね、C がなんか変な数が残ってたらいけませんから、まあソロ番をやるときに一番最初5和3で願いましたと、あれと一緒ですね。その次が C はイコール C プラスの1と。ドクター、ちょっとそれおかしくありませんか。ゼロに1をプラスしてもゼロにはならないでしょ。ベーシック言語という特殊な言葉の中ではですね、まあインチキだと言ってしまえばそれきりなんですが、このイコールをちょっと特殊な意味に使っておりましてね、統合の右側を計算してそれを左側に入れなさいと、C という入れ物に入れなさいと、つまり矢印の意味だと考えてほしいと、はい、これはあの性的に右と左が等しいという意味じゃなくって、こっち側をこっち側に入れなさいという動作を表しているんです。こういうのが構わないんですよ、はいはい、5ずつ増えるという、5ずつ増えていくと、はい、1回あの命令を実行するために今5増えるということなんですけども、 C の中身がね、結果的にはこれ C 同じもんですからね、で、せっかく増加しても我々人間の目に分からなければコンピューター一人勝手にしてるだけですから、うん、ちょいとお前表示しなさい、一つ増えたなら増えたでちゃんと我々の方にも見せろと。問題はその次なんですな、はい、これはもう40番になってますけどね。何ですかその5とってのは何ですか、45と、ごとごと、まあごとごとするなと、これも強盗ではありませんでね、はい、強通と読むんです。どこどこへ行けと、まあ、どこどこ行きなさいと、この場合は、ね、東京から強通大阪じゃなくって強通20番、そうです、鋭 いこれは行番号を示しているわけですね。これがあるからこういうふうになってずっと叩きのようになる、はいはい、結局はこれは全然止 止まんないわけですよ。そうなんです、今回このエンドのとこ来ない、ね、だからね、これずらしときますけど、ね、これぐる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 ここで回ってるわけです。回るんですね、繰り返しです、いわゆるこう限りなくね、この GoTo があるために一つ増やして見せてほしい、なんだもっぺんやりなさいと、一、つ増やして見せてほしい、はい、もっぺんやりなさい、何回でも何回でも、しかし文句も言わずにせっせせっせとやってますけど、すね、これをだけどやっぱなんとか止めてみたいですね。そうですね、さっきあのブレーキで止めましたけどね、はい、止めるときは人間が自動車じゃないですしね、ブレーキかけなさいじゃえらい、そのそれこそコンピューター的でないので、その判断もですね、このコンピューター自身に一つやらそうじゃないかと、でそこで登場するのが、if 全なんです。は、出てきましたね、待ちかねの if 全、はい、彼のテーマである if と全ですね、はい、if もしいくつで止めましょうか、あ、要するにいくつの数字になったら止めろというプログラムするわけですね。いけば止まりなさい、いくつにしましょう。じゃあ私の去年の年で21なんていかがでございましょうか。しらじらしい、まあよろしいんじゃないですか。そうすると、ね、21、例えば C が、もし21で止めたいんですからね、はい、C がもし21よりオーバーしてしまえば、大きくなれば、もし大きくなった時はそうすると、全、まあ、エンドの方行きなさいとこうやりたいんですけれども、これをねここへつけたんじゃここで回っとるわけですからね、ぐる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 、これはしょうがないわけで、こうこうこう来たらもうここへ戻りますからね、どっかこの辺りにこれを入れたいと。ということはプリントする前に入れるんですか、25に入れるのか、ここですか、25でしょうか、35、やってみてください、いっぺんこれ。なんとなく私は自分がね信じられないんですよ。ですから35の方じゃないでしょうかね、 if、C が C が大きいんですね、大きければ、大きければ21よりも大きければ全と、それでどこに行くん、当然エンドに行くんでしょうね、これはね、そうですね、エンドはそうすると何番になってますか、50番ですか、はい、全50と、はい、それでちゃんと挿入しているかどうかをちょっとチェックしていたらどうするんでしょう、リストですね、もう一回しつこくリストを出しましょう。このリストの出し方だけ上手くなりましたね、僕もね信じられないですね、出ました、さあちゃんと入ってますね、これでランしてみればいいわけですね、はいはい、でしょうか、どうでしょうか、じゃんじゃじゃん、正解、22でちゃんと止まりました。22で止まりました。さっきはね、21で
21で止めたいとおっしゃったんじゃないだろうか。そうなんです。私は21で止めたかったんです。そこをそうすれば20にしなきゃダメなんですよ。うん、そうですね、それも一つですしね。これを35にしないで25にする。25、今度はこちらの間に入れるんですね。つまりね、プリントしてしまってから条件を聞くから、21はプリントし、22もプリントして、あ、オーバーしてるないことで繰り返しやめて、はい、止まるんですね、プリントする前にオーバーかと聞いてしまえば、はい、オーバーはプリントしないわけです。あ、そうか、なるほど、25に変えましたよ、はい、25に変えて、はい、ダン、なるほど、21で止まりました。21でも他にもこの止め方みたいなのもありそうですね。その場合ね、その人の要求に応じて、任意なところまで繰り返しを実行すると。これは単純なプログラムですけども、そういうことはよくあるんです、はい、コンピューターのプログラムの場合ですね。その場合には先にやはりコンピューターと対話方式で、対話方式、向こうが何かメッセージ出してインプット文出すんでしたね、はい、そこでインプット何々とやってやるプログラムがあるんですが、それがこれです。まあ、あの先ほどのプログラムとね、流れそのものの、骨組みは同じなんですけれども、ちょっと一部分同じものだったら、まあ、曲がないですから変えてみたわけなんです、はい、10番 C0 はさっきと一緒ですね、次の、インプット、これはあのメッセージ付きのインプットで、まあ、ちょっとここ省略してますけどね、これはもうこれさえ出てくれば、これ選手がありましたね、はい、インヨークだと、このインプットの普通の格好ですから覚えておいてください。ここに書いたセリフがそのまま出てくると、はい、これはさっきと一緒ですね、C を一つ増やしたんだと。ちょっとこのマークは今度は出てくる。何ですかね、それは。これはもうコロンって言ってますがね、まあ転んで転んだじゃなくて、こっからこっちとこっからこっちは別の命令だと。まあ35番プリント C でも構わないわけです、わからない方はですね、はい、その40番が問題の、今日のテーマです、if 全判断のところなんですけれども、もしその今1個ずつ増やしております C という数があなたが要求した数よりも少なければ、はい、いいですか、少なければ全30、もう1回30ですよ、うん、でまたこれプリントしてまたこういうの、ですから一番最初は少ない限りはあのここへ戻ってどんどん表示していくということなんですね。これはそうなんです。じゃあそれを早速やってみましょうか。そうですね、これをやってみなければわからない、ランでやってみればいいですね、はい、繰り返しの回数と、まあここにはないですけども、はい、21でやってみますか。さっきと同じでね。そうですね、ここで21、あと21で終わりがついてます。なことに終わりというメッセージのプリント文と、はい、まあ、こうなっております、うん、まあなんとなくわかりましたね、この if 全っていうのをね、それじゃあこの if 全を使って我々もやってみたいですね。プログラムを考えてみましょう、ね、コマーシャルの間にあの、どんどん、考えておきたい。まずコマーシャル、それでは早速まあお話を伺おうと思うんですが、こちらではまあグラフィックとかね音楽今やってらっしゃいますけど、とりあえず最初にまずメインプログラマーの橋本さんのお話をいろいろ伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、まずですね、このイースっていうゲームのコンセプトはどういうところにあるんですか。あのですね、今までですね、あのコンピューターゲームと言われているものの中にですね、はい、あの時間のかかるものや、あのすごく難しいものとか多くてですね、あの途中で挫折している人が少なくないんです、でそういう人たちに対してですね、そのゲームを解く感動というものをですね、はい、味わっていただきたいと思いましてですね、難易度を少し落として、はい、それで100人買っていただければ100人全員がですね、最後のエンディングを迎えて、あの感動を味わっていただけるようなものを作りたかったんですよ。イースの売りの部分っていうとどういうところになるんですか。そうですね、まずあの今回ですね、あの非常に優秀なミュージックコンポーザーに恵まれたことで、はい、まず音ですね、はい、X1 の場合はですね、あの PSG、PSG しか載ってないんですけども、はい、多分 FM 音源並みの音色で楽しんでいただけると思ってます。これは特にあの X1 の場合なんですけれども、あの X1 っていうのはあの音源に PSG を使ってまして、それが同時に3声しか出ないんですよ、でその限られた音源の中でいかにこうよく聞かせるかっていうのが、あのテクニックの一つなわけで、そういうところに一番気を使います、ね、なるほど。今までデカキャラという言葉はですね、あの RPG が
あのブームになり始めてから、はい、まあ、ザナドゥを契機にしてですね、あのよく聞かれるようになったんですけども、はい、このイースケはですね、その、はい、デカキャラ一匹一匹に対して、はい、全く別のアルゴリズムを持ってて、でそれぞれ全く変わっ違った攻略を発見しないと、なかなか倒せないようになる。はい、こちら今 X68000 でやってるのは、これはイースのデカキャラですよね。はい、そうです。確かあのカマキリみたいなやつだったと思うんですけど、でこの右上の方にあるこの拡大のドットみたいのは、これがキャラクターの一部なわけですよね。はい、そうです。でここに例えばドットを置きたいときなんかはどうやればいいんですか？ここに色が並んでますね。ええ、でこの中からこの色がいいなと思った色をこう選んで、それで置いていくわけです。ああ、非常に今使いやすいツールですね。はい、イースをよろしくお願いします。今の話を聞きますと、比較的誰でも最後の画面までいけると。ただしその中でもその奥の深さというかね、難しさ面白さがあるということなんで、これはちょっと目が離せないなというところです。それでは山下君に早速実際にプレイをしてもらいながら紹介してもらいたいと思います。はい、それでは今日はですね、このイースをプレイしていく上で特に役に立つすごいテクニックっていうのをちょっとご紹介したいと思います。でこのイースっていうゲームはね、まあ最初のうちは戦闘を繰り返してある程度経験値稼がなきゃいけないわけなんですが、その戦闘っていうのもですね、敵と例えば正面からこんな風に向かっていきますと、相手倒せたとしても、まあ今は無傷で倒せましたけどね、ダメージ食らっちゃう場合っていうのがあるんですね。でこんな風にですね、でこれだとまあ平野で止まってればダメージは回復できるんですけど、まあ時間的に非常に効率悪いし、もしも敵が強かったらあっという間にやられてしまいます。でこれを防ぐためにまあ非常に効率のいい戦い方というのがあるんですが、相手をこうやっておびき寄せといってですね、半キャラだけ自分をずらすんですね。でこうやって押し込んでいきますと、まあ、自分の方はダメージを受けずに倒せると。まあでも相手もバカではないんで、自分と同じ座標にね、なるべく合わせようとしてきますんで、その辺は指先のテクニックで、なるべくこう相手とね、半キャラずらすような感じで、こんな感じでね、こうやって持っていくと、相手をノーダメージで倒すことができます。で、これはまあどんな強い敵に対しても有効なテクニックですんでね、まあ最後の方まで進んでいくためには、ぜひともこのテクニックをマスターしておいていただきたいと思います。で、それにはまずね、この管理人室に入らなくちゃいけないんですけど、まあ管理人さんのご機嫌を取って中に入ります。まあ、はがきとかね、花とか。ペットの女神先生、こちらを5名の方にプレゼントいたします。はい、このゲームはですね、同名の原作小説を、題材にしたアクションゲームなんですけどね、まあ、一番の売りっていうのはとにかく広いマップ、まあ、全部で160ステージもあるそうですからね、まあ、歩き回るだけで大変なんですが、それから敵のモンスターが思考ルーチンをそれぞれ持ってましてね、こちらの攻撃に合わせてまあ移動してくるということで、まあ、熱くなればなかなかやりがいのあるゲームと言えそうです。応募要領はこちらです。ご覧の宛先。やっぱり捨てがたいことの一つに、日田絵里ちゃんと会ってサインをもらっちゃったっていうこれがあるんですけど、でもやっぱりなんて言っても一番嬉しいのは、自分の出した2冊の本がね、両方とも10万部近く売れたということです。皆さんありがとうございました。番組を借りて皆さんにお礼を言ってきたね。で、ゆうこちゃんは？はい、やっぱり1500をね、いただいてね、かなりゲームが下手で横付きって言われてたのをちょっと払拭できたのが嬉しかったです。私の場合はですね、パソコンとそれから VTR の編集機能を連動させた自分なりのスタジオがね、ようやく出来かかってきたんですよ。だから来年にはね、なんとか映像とパソコンをドッキングした素晴らしいのを作って皆さんに披露しようかなって頑張るんです。それがまあ今年の一番嬉しかったことになるかもわかります。さて、そんなわけで残すところあと3日になりました。今年1986年、1987年が皆さんにとって、そしてパソコンにとっていい年であるようにですね、願いつつこの辺でお別れしたいと思います。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。ですけどね、このゲームでは画面の左上に表示されている月の満ち欠け、もう一回やってみます。そう、ゼロになるわけですね。これは要するに整数型ですから、0.333が0です。であとですね、例えばこれが、まあ、5になったとしますと、ね、こんな風に、まあ、単精度が高い。というわけで、まあ、配列なんかやるときにですね、これ今までなんかもう、少しのエリアしか、まあ、取れなかったかもしれないんですけれども、これからはもっと大きな、配列なんかも作れるようになるので、やってみてください。はい、今週はですね、X1 用のイースで、まあ、始めるうちに非常に楽にゲームを進める方法っていうのをご紹介したいと思います。で、具体的に言いますとね、まあ、お金とか経験値をすごく簡単に得られる方法なんですが、まずはじめに、取引所ピブっていうところに行きましてね、ここでサファイアの指輪を買います。これは1000ゴールドもしまして、最初の所持金が全部なくなっちゃうんですけど、とにかく買います。そしてですね、その後指輪を持って、オーマンの酒場っていうところに行きまして、でそこで片目の男に話してみますと、彼はサファイアの指輪なくして困ってたっていうことでね、それをまあ、もらってくれます。お礼にその1500ゴールドを代わりにくれまして、で、この時に経験値が150もらいます。
で、さらにですね、今度は平原に出まして、ここで池があるんですけどね、泉ですね。で、この泉に昔太陽の神殿っていうゲームやったことある人なら知ってると思いますけど、まるっきり同じ形してるんですね。で、太陽の神殿で、金の台座っていうアイテムを拾った場所に行きまして、同じ場所に行きますと、こんな感じでやっぱりこのイースにも金の台座があるわけなんです。で、これはなぜかって言いますと、実は太陽の神殿とイースのプログラマーっていうのがまるっきり同じ方なんです。方だからなんです。で、その金の台座を持って、町に戻りまして、再び取引所ピムに来まして、今度はこれを売ります。で、売ると2000ゴールドになりますので、お金がトータルで3500ゴールドになりますので、これでかなりいい装備ができます。そして装備が揃いましたら、今度占い師の店、サラっていうところに行きましてね。で、ここで占い師に話しますと、経験値が100もらえるわけですね。そうすると、まあ、さっきと経験値合わせて250になりまして、まだ1回も戦闘はしてないのにレベルアップしてくれると。こういうわけなんです。で、イースにはこんな感じで、まあ、戦闘しなくてもイベントで経験値が上がるっていうことがありますんでね。まあ、今までの戦闘だけのロールプレイングゲームとはちょっと違ったところがありますんで、皆さんにもこういうところをお試しいただきたいと思います。なるほどね。毎度鮮やかなお二人のテクニックでした。はい。このゲームはですね、X1 用のアルカノイド。このゲームで高得点を。そうするとちょっと、とりあえず B を見てみまして、ありました。今この B28 と、この、今出た、あれですね。で、これをちょっと編集してみます。そうすると、はい、上の部分こうね、あって、でこの部分にいませんから、まあ、パブリックでしたね。消しちゃって、あと後ろの方も、消しちゃえば、まあ、あとはベースにね、転送して使えたり、できますね。それから、メッセージの場合は、そのままここの状態で読むのはいい、というわけなんですが、それとダウンロードの他にアップロードっていうのもある。はい。アップロードというのは、はい、ホストコンピューターにデータを送る場合に使う。前やりました、この番組ですね。そうですね。そちらの方もやってみたいと思うんですが、ちょっと通信の方に戻りますね。それでですね、例えば今のに対して返事を書きたい。でそうすると、A っていうので返事がありますので、まあ、エディターをこれで入るんですね。で、そしたらこれ N っていうふうにやると新しい、ね、ファイルが入るんで、メッセージが入るんで、で、ここで終了します。ね、メッセージを入れてくださいって出てます。で、ここで、このアップロードっていうのを選んで、そして、こういったですね、まあ、返事とか、ありますね。これはまあ、別の用事でこれ書いた文章なんですけれど、こういうふうにですね。これはやっぱりその、はい、まあ、いろいろ考えながら書いてますと時間がかかるから、先に担当したものを作っておいて、はい、それを一気に送ってしまおうというのがアップロード。そうですね。早い確実ということですね。はい、そうですね。それからやはり文章とか、やっぱ練りに練って、やっぱり自分の本当に言いたいこととかね、そういうのをちゃんと書いてほしいですから、やはりこのアップロードっていう機能を利用した方がいいと思います。はい。ネットターズターミナルっていうのは、その他使ってみてどうですか？そうですね。まあ、これ、OS がちょっと面白いんですよね。MS DOS っていうのがありますが、その MS DOS とですね、まあ、同じようなファイル管理をやってるんで、まあ、2D なんですけどね、まあ、アクセスできるとか、その他、オートログインなんかも、まあ、いろんな機能がありましてね、モデルに対応できてます。あと、この JET っていう部分でわかる通り、ワープロの JET と同じような分析変換ができるんですね。それで、まあ、ちょっと、まあ、宣伝っぽくなりますけど、1800円ですから、それでまあ、ワープロみたいな機能としても使えるんで、これはなかなか面白いんじゃないかというふうに思ってちょっと注目してるんですけどね。はい。まあ、ソフトのことも分かったし、ダウンロード、アップロードというものも分かってもらえたんじゃないかと思います。そうですね。そこでですね、サンデーネットなどの草の根通信のホストに使われているタウン DBS なんですけども、はい、今度は大幅に改良されてバージョン4、フォーができたっていうんですね。その点に関しては山下君にちょっと紹介してもらいたいと思います。こんにちは、山下圭です。まずはですね、ホスト局を開きたいと思っている方にいろいろお話をしていきたいと思います。必要なまずハードなんですけどね、もちろんこちらパソコン本体 MZ2500、それからまあディスプレイも必要ですけどね、このディスプレイはただしカラーである必要はありません。白黒でも OK です。それからですね、さらにまあ先ほども話に出ましたこちらの 300V、1200V の T 回のモデム、そして通信やるんですから、もちろんソフトも必要ですね、通信ソフト。今はこんなタウン BBS のさっきのバージョン 4.0 っていうのが出てきます。入ってますね。で、まあ以上のようなセットなわけなんですが、まあこれ以上もうちょっと速い速度でアクセスしたいとかね、もっと大容量のデータを送りたいっていう方はですね、例えばですね、こちらのこの 640KB の、拡張のラムディスク。さらにですね、これよりももっと高速にやりたいっていう方はですね、このドーンと出てきます。この20メガのハードディスクっていう、まあ、すごいんですよね。これがありますともう本当に大容量のデータまで扱えるっていうわけです。
で、実は今のこちらのこのフルセットがですね、これサンデーネットの、まあ、セットわけなんですけど、それから、電話回線についてなんですけどね。まあ、例えば20分なら20分って時間を区切ってやるネットワークの場合は、まあ、普通の回線でも十分かもしれませんけど、まあ、できることなら専用の回線っていうのを引いた方がいいんじゃないかと思います。そしてですね、問題のこちらですね。タウン BBS のバージョン 4.0。まあ、具体的にどういうところが変わったかっていうことなんですけど、まあ、特徴はたくさんあるんですが、一番すごいのがですね、X モデムっていうのがついたっていうことなんですね。で、この X モデムっていうのは実はデータを128バイトごとに分けまして、で、それがまあ正しく送られてるかどうかを随時チェックしてくれると。で、もし違ってたらもう一回そこを送り直すっていうことで、まあ文字化けとかが防げるっていうわけで非常に便利な、ものなんですね。で、今日はですね、この X モデム用のソフトっていうのを音声でお送りしたいと思いますので、まあそちらも参考にしてみてください。まあこんな感じで、他にもまあタウン BBS のバージョン 4.0 にはね、いろいろまあバージョンアップした点があるわけなんですが、そちらも見てみたいという方は、ぜひサンデーネットの方にゲストユーザーとしてアクセスしてみてください。ということで、高橋さん、山下くんのパソコン通信講座、今日は大変わかりやすかったんじゃないかと思います。さて、続いてもまたまたお二人のテクニックです。メモの用意をなさってください。ゆういち&あきらのパソコン、これがテクニックだ。はい、今日の僕のテクニックは、X アンターボのベーシックで256バイトとちょっとの、フリーエリアを確保するというものです。実はこれはですね、僕のサンデーネットのボードの方に、ミスター X アンさんという人からちょっと質問が寄せられましてね、それでベーシックの機能をちょっと拡張したいんだけれども、まあ、256バイトぐらいでいいんだけれども、ちょっと空いてないか、そういうものだったんですね。で、フォーネットのエリアがですね、実は、ロムのですね、重鎮を呼ぶようになってれば、いいんですけれど、それをラムに展開して、ちょっとスピードアップを図ってんですね。それを元の通り、ロムの方を呼ぶようにですね、戻してしまって、それで、そのエリア256バイトとちょっとを確保しようというのがその方法なんですが、次のようなプログラムをランさせるんですね。10、メムダラー、カッコ、アンド H1892-14、カッコ、トキ、イコール、ヘキサキャラクターダラー、データがですね、E5-D5-1-1-FD-D5-0-1-0-8-0-0-2-D0-2-1-0-1。そして20行目として、20、メムダラー、カッコ、アンド H18A0 カンマ、15、カッコ、トキ、イコール、ヘキサ、キャラクター、ダラー、データが FB3A2F2B E3ED5-0-1-0-8-0-0-2-0-2-1-0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 -
18AF 番地から 19B6 番地までフリーエリアが確保されますので、ベースを獲得した方、ぜひやってみてください。はい、今週はですね、X1 用の無限戦士バリス、このゲームの究極の隠しコマンドの数々をご紹介したいと思います。まず最初がですね、いきなり最強の剣を持つ方法なんですが、これはですね、ゲーム中にビーム、BEAM と続けて打ってリターン技をしますと、こんな風に剣が最強になって、もうこれ以上強いのはないっていうぐらい最強の剣になるんですね。そして次がですね、いきなり次の面へワープする方法なんですが、これはですね、NEXT、NEXT と打ちましてリターンをします。そうするとこんな感じにですね、その面が強制的に終わりまして、いきなり次の面に行けたわけなんですね。で、おまけにまあデータセーブするかどうかも聞いてきますので、まあこれセーブしたい人はリターンキーの方を押してセーブすればいいでしょう。そして最後はですね、いきなりその面のデカキャラ、まあモンスターに会っちゃう方法なんですが、これはデカキャラ DECACHARA としてリターンを押します。そうするとですね、こんな感じで、まあ、どの場所にいようと構わず、こうやってもう最後の敵が出てくるんですね。ただこれ、このデータではまだちょっと今は勝てないですけど、まあ、このテクニックを使いますとね、各面でいきなり全てのデカキャラ見れますんでね、結構ゲームが楽しめると思いますんで、皆さんもいろいろ試してみて。まあ、いつもながらお二人のテクニックね、マシンをやる方などは、高橋さんのテクニックが非常に役に立ったそうですね。バリス。ね、テクニック役に立った。私に関しては今日はあまり役に立ちませんでしたけどね。さて、今週のソフトプレゼントです。はい、今週は先ほど山下さんがご紹介いたしましたタウン BBS バージョン4 MZ2500 用を5名の方にプレゼントいたします。はい、このタウン BBS はですね、先ほどご紹介した以外にもいろいろな機能がありましてね、例えばゲストユーザーがログインしまして、あ、面白いな、会員になりたいなと思ったら、こう名前を登録しておけばね、後から ID 番号がもらえるなんていう便利な機能もありますし、それからまあもちろん X モデム用のね、ターミナルソフトも付いてますから、
通信が好きな人には非常に便利な。応募要領はこちらです。住所、氏名、年齢、職業、電話番号、希望ソフト名、今日は、タウン BBS を書きの上、どしどしご応募ください。そして、キーワードもお忘れなく。この数字を書いて必ず応募していただきたいと思います。というわけで今週のパソコンサンデーはパソコン通信を特集しておくとなりましたね、はい、まあテレビで一緒に勉強してもらってパソコン通信通信講座とでも言ったらいいんじゃないかと思いますがいかがだったでしょうか。でもあのパソコンを始めた時もそうだったんですが難しい用語が出てきましてね、はい、頭を痛めたりするんですがこれからも当番組ではいろいろな用語の解説それからハードやソフトの具体的な使い方やり方などもね合わせて皆さんに、ご紹介していきたいと思います。さて来週は月に一度のパソコンソフトベスト10を進めますソフトの大特集なんですがねビジネス、ゲーム、ホビーいろんなソフトが出てくるんじゃないですか。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。番組に対するご意見やご感想をお寄せください。レギュラー陣も皆さんのお便りや質問をお待ちしています。 New Life Start。素人の私にもこのビデオの凄さならわかります。これかシャープの This Bridges。 放送局並みの映像にプラスして新しいデジタルアート。びっくりだな。シャープデジタルハイファイビデオ。 New Life Shark。卒業した人はどんなテレビを見ればいいのですか。大画面がオーディオを飲み込んだ。わあ。シャープザ AV テレビ。この番組は誠意と技術で世界に奉仕するシャープの提供でお送りしました。New Life Start。夢を超えた。CD プレイヤー、ツインカムダブルでオートリバース。ハイパワー15ワット。カーの音だ。シャープツインカムダブル CD 10 CD もデビュー。私肌弱いんだけどサロンパッサージって大丈夫かしら。あら弱いの。そう私って本当に肌弱い人なの。気は強いのよね。お肌の弱い人に肌に優しいサロンパスサーティ。具はネギと肉。この両者の固い信頼関係は第三者をも魅了する。腹ペコに麺国ネギ肉新発売。ファイト！一発！肉体疲労時の栄養補給にリポビタン D、 わしのマークの対象製薬の製品です。一等前後賞合わせて8000万円が120本、デラックスカー賞は800万円の外車720本。サマージャンボ宝くじはただいま予約受付中。もうすっかりおなじみになりました JR 線ですけどもね、これはこの4月1日に国鉄が分割民営化して新しくスタートしたものです。これは行政改革の大きな目玉の一つでもあるわけですけども、もう皆さんもおなじみになりました行政改革では、そうですね、その他には専売公社が日本タバコ産業株式会社に、そして電信電話公社が NTT に、それから年金制度の改革、これなども行政改革によって行われたことです。この行政改革なんですけども、今度はですね、臨時行政改革。なんだ、早くも寝なくなっちゃうんです。気持ちよくもなんともないでしょ、そういうのやったら。いや、これでやっぱりこのパターンを研究しといて、で、後でやり直すという。
なるほどね。研究材料に使う。買って最初にこれやったんで、そう、一度も一度もないんじゃなくて、まあ、勉強にはなりますよね。ああ、そうそうそう。それから、あと、メモとですね、鉛筆の用意をしていただきたいと思いますが、パソコンの隅から隅まで、この人の話をメモに取ると、一冊の本は軽くできてしまうという方です。はい。こんにちは、高橋一です。今日はですね、X1 シリーズでマシンをプログラムを使っている方、やってみたいという方のためにですね、面白い情報を一言、申し上げてみたいと思います。はい。ですね、まあ、モニターに入るにはですね、はい、区切り、まずちょっと8桁ですね、はい、この MON リターンと、これでマシンのプログラムに入りまして、D リターンとするとメモリの内容が見えるんですね。要するにこれが、マシン語のリストなんでしょ？ね、そんなようなもの。なんでこっちにこの、ごちゃ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 って、こっちが空いてるじゃないですか。ちょっとですね、これがもったいないじゃないかと思いまして、鉛筆の用意を。M、A、2、2ターン。こうしますと、08とここに出てきますので、1、0、2ターン。そしてシフトブレですね。はい。で、こうしますと、こう、幅が広がって出てきます。ちょっとやってみてください。はい。ジャンプ。D、リターン。D、リターン。D、リターン。あー。ということは、まあ、極端な話、今までこう、2行に分かれてたものが1行でできるとか。そういうことです。スペースを広く変えると。そういうことです。ああ、おっしゃってることはよくわかる。まあ、機械語はこれからという方もですね、まあ一度試してみると面白いと思います。ただお断りしておきますが、私はこの内容は全くわかりませんけどね。要するにこうでもしてですね、マシン語に親しんでいかないと、いつまで経ってもマシン語よさよならってそういう感じになるんじゃないかと思います。私もこれを帰ってまたやってみようかと思いますが。さて、スケさん、カクさんのお次はこの方です。この嬉しくない。思わず乗っちゃったりして、ドクターボスの宮永です。いずれにしても、パソコンに、熟練したければですね、一番必要なものは好奇心じゃないかと思うんです。どんな些細なことにでも探求心を発揮して、プログラムの名人になられるもよし、パソコン使いの、名人になられるもよし。好奇心が全くなければですね、パソコンはあなたのツールにはならないと思います。トロの次はですね、当番組の大奥、お姫様。はい、こんにちは、目黒優子です。もう、ぜのコマンドを覚えていくのも楽しみですねと言いながらも、実はもうゲームに毎日どうしても手がいっちゃうんですよね。まずいなと思いつつなかなか抜けきれません。いいんです、習うより慣れろ。ドクターに私は昔よく言われたもんです。などとレギュラー陣の一言が終わったところで早速参りましょう。4月の人気ソフトベスト10。今月の第10位、ロールプレイングの記念碑的ゲーム、ブラックオニックス、21ポイント。これもロールプレイングゲーム9位、トリトーン、24ポイント。8位はアドベンチャーゲームに革命をもたらした軽井沢誘拐案内、33ポイント。7位、初登場、メルヘンベール、36ポイント。6位、テクザー、37ポイント。5位のイグラスは44ポイントで急上昇。チャンピオンプロレス、相変わらずの人気、45ポイントで第4位。元祖ロールプレイング、ウィザードリー、第3位、53ポイント。そしてなんと、ハイドライド2、初登場突然2位の97ポイント。そして、今月のベスト10トップは、断トツの人気、ザナーズー、119ポイントで3ヶ月首位の座を保ち続けています。いやー、ハイドライド2の初登場2位っていうのは本当驚きましたね。で、なんと1位から10位までの間にロールプレイングゲームが全部で7本。一体このロールプレイングゲームの全盛時代はいつまで続くんでしょうね。で、今月の初登場のソフトをちょっと紹介していきますけど、まずこれが第7位に初登場のメルヘンベール。これは僕も非常に好きなゲームでして、最近流行りのアクティブロールプレイングゲームなんですが、ゲームを解き終えるだけで一つの小説を読み終えたような気分にさせてくれます。で、続いてこちらが第2位に初登場のハイドライド2。このゲームは発売前から非常に前評判の高かったゲームなんですけど、見事に期待に応えて、登場2位という快挙を成し遂げてくれました。で、それ以外にもですね、まだこちらの2本なんかが赤丸急上昇でして、来月のベスト10入りを狙っていると思われます。この現在トップ爆心中のザナドゥですけどね、噂は聞くんですが、私よくわからないんですね。私なんかザナドゥって言うとオリビア・ニュートン・ジョンですからね、一体これ面白いんでしょうか？面白ければ集めてみたい。ええ。ザナズーのためにはもうご飯も食べなくていいっていうユーザーの人もたくさんいるんですよ。そこのところを友好姫様に取材してきてもらいました。
今日はこの人気のダナドゥの魅力を探るために、サッカーの日本ファルコムにやってきました。一緒に来てくれたのは、和田光弘です。まだレベル3なんですけど、レベル3で、なかなか上のレベルに行けなくて困ってます。そして、高本健一郎です。レベル3からレベル6の間をうろちょろしていて、脱出不能な罠がいっぱいあるので困っています。小林豊です。キングドラゴンがものすごく強くて倒せなくて困っています。そして、もう極めちゃったっていう方たちも来てくれてます。佐々木勤です。これが僕の認定書です、ね。このゲームを解いた時はもうすごく大喜びして家中を駆けずり回りました。それで今みんなに威張ってます。はい。田代テキールです。これが僕の認定書です。このゲームを解いた時には、緊張して声が出ませんでした。小林くんがもうキングドラゴンに会う手前でずいぶんやってるんでしょ。はい。なんかないですか、ヒントっていうかどうすればいいか。とにかく鍛えるしかないですね。修行しかないです、もう。もう修行の域に入っちゃうんですね。修行足りてないかな、やっぱり。はい。見たことあります、キングドラゴン。いや、さっきちょっと見たんですけど。どうだった？いや、強そうでした。写真では見たことあるんですけど、あれはとても倒せるもんじゃありませんね。なんでですか？この世のものじゃありません。でもだってこっちの人倒してるよ。どうかしてるんですよ。一日どれぐらいやって行ったの？そこまで。もう半日ぐらいやってました。それで1ヶ月ぐらいかかって、それからドラゴン探しに行ってさまよってました。やっててどこが一番面白かった？タワーの中に入ったり、アイテムを見つけたりするの。いろんなアイテムによって熟練度があったり、デカキャラがこのゲームの特徴だし、あとサウンドも良かったし、最初キングドラゴンが出た時にちょっと待ってたんですよ、そうしたらいきなり火吐かれてあっという間にやられたって、あと何回も生き返りの薬取ったんですけど、それを見事に全部使わされてしまって、そういう点に泣かされました。でもその泣かされてね、何日もかかってね、やめちゃおうって思わないんですか？もう一回やられたら苦心してでも倒します。そういう感じで。このアイテムショップのことなんですけど、最初の地下迷宮でうろうろしてたらたまたま出たんですけど、これは他の階とかにもあるんですか？残念ながらですね、これはここにしかないんですよね。ゲームが始まってしまうと、実際の地下洞窟の中に入ってしまうともう戻ってこれませんので、アイテムショップいくら探しても絶対に見つからないね。またそのゲームの内容としてこのアイテムショップに行かなくてもきちんと終われるように最初から作ってありますので、アイテムショップを探してうろ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 と9回10回を出回るなんていうことはあんまりないように。ザナルーは面白いです。いやーね、あの少年たち私は尊敬しますね。認定証もらってました。なぜかと言いますとね、これ見てください、これマニュアル、今のザナルーのこれ説明書ですよ。私ら中学校の時の科学の教科書だってこんなにありませんでした。これやっぱり読んでやるってそれだけ面白いんだと思うんですよね。ね、ほんと子供たちがそれ読むっていうの不思議なんですけれどもね、X ランターボを使って、ザナドゥを開発したんです。だから X ランターボを持ってる子供たちってね、自分と同じので作ったんだなと思うとかなりね、嬉しいそうなんですよね。それではまだ続きがございますので、そちらの方をご覧ください。他のロールプレインゲームと違うところっていうのはどんなところですか？ですね、ザナドゥの世界というのはですね、そのディスク1枚の中に全部封じ込めてあるんですね。で、その中に世界そのものが全部作ってあって、ディスクの中に全部一個一個のモンスターが全部書き込まれてるんですね。ですから、乱数でモンスターが出てきてみたり、そういうことは絶対に起こらない。一度殺してしまった敵は、もう二度と出てこないし、ですから、やってる人の行動によって全て決まってくる。これが多分ザナドゥの一番の特徴だと思います。うちの方でお客さんから、いろいろアンケートなんかをいただくんですけれども、その中に、ザナドゥやりたいからX1ターボ買ったんだよなんていうお子さんいらっしゃって、もう我々も嬉しくて。キングドラゴンでしたっけ、はい、みんな
あれが強いんだよねっていう感じで言ってましたけれども。やっぱりキングドラゴンの場合には一番最終目標ですから、そんなに弱かったらゲーム面白くないですよね。こたも強くしとかないと面白くない。ただまあ、なんとか苦労すれば倒せるし、キングドラゴンは特に、弱点がありますので、弱点を作ってありますから、その弱点をつけば、簡単に倒せる。その弱点の秘密なんですか？秘密ですね。今、ザナドゥをやっている方たちにアドバイスお願いします。はいはい、ザナドゥの場合にはその繰り返しやることが一番の基本ですから、途中まで行ってせっかく大事に育ったキャラクターだけれども、もうぼちぼち上手くないんじゃないかなと思ったらすぐに最初からやり直す。一度経過してきた道のりですと、もう二度目にやるときにはあっという間にそこまで続けられますから、いつまでもその自分のキャラクターにこだわっていないで、まずいなと思ったらすぐ最初からやり直しちゃった方が早道だと思います。はい、わかりました。皆さん聞きましたか？ゲームのキャラクターの決め方っていうのはどんなところにあるんですか？ロールプレイングの時は、やはり、こう、今あるものがファンタジー系が多いので、少し泥臭いというのはなんですけれども、まあ、現実味を帯びてるような感じでね。で、布を、例えば鉄を着ているとか、布を着ているとか、そういうリアリティを出したりと。で、シューティングは僕はまだやったことないんですけれども、メタリックな感じを出すために、こう、色の段階を何段階か作って、グラデーションでね、こう、綺麗に、なんていうんですか、鉄の感じを出すとか、メタリックな感じを出していくという、そういうことをメイン、一番初めに頭に置いて、キャラクターを作るわけですよね。ですから、硬いとか柔らかいとか、実際画面にはドットが置いてあるだけなんですけれど、そういうことを一応イメージでは想像しながら作っていかなければ、ものができてこない。なるほどね。そういうのですごくリアリティが出たり出なかったりするんでしょうね。あんま出てませんね。こちらの方にあるのは、これ新しいのですか？これは今度出る予定のアステカの2番目の地の利用で、はい、アステカ2という副題でやっておりますけれど、今のところは。絵をまあ何枚も描かなきゃこれからいけないので、今やってる。今度は社長の加藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。今日本ファルコムではどんなゲームを出してるんですか？昔のものはいろいろあるんですが、はい、まあ、最近のものではこちらにありますドラゴンスレイヤー、これがザナドゥの1ドラゴンスレイヤー、それから、まあ、アドベンチャーゲームでは、アステカ、これが今、はい、ザナドゥの次に売れてる。ソフトを開発なさるときに、はい、どういうところに重点を置いてるかコンセプトで、はい、はい、まあ、一口に言いますと、パーソナルコンピューターでしかできないようなもの、まあ、いろいろゲーム機あるわけですけど、まあ、そのパソコンでなければできないようなそのボリュームのあるものとかですね、そういうものを心がけて、それから、まあ、今までになかったようなユニークなもの、こういうものを作っていきたい。ですから次に発売されるアステカ2も、今まで考えてなかったような新しいアイデアが盛り込まれてますので、どうぞご期待いただきたいと思います。小倉さん、実はキアさん、はい、4年前のパソコンサンデーを見て初めてパソコンを勉強した人なんですよ。何？はい、実はね、エラーマンと言われながらも、4年前私の頭の中にはザナドゥの構想があった。ただ将来帰ってくることを考えて番組に、それでエラーマンの方がいいんじゃないかと。大したなぁ。こういうの負け犬の遠吠えって言うんだよね。こうでも言わなきゃ格好がつかないでしょ。こっちは未だにエラーマンなんですからね。でもね、立派なもんですね。まあ、よいしょばかりしていてもしょうがないんですけども、山下名人、こうなったらあとはこのゲームで勝つしかない。その必勝法ってのは何かありますか？はい。史上初めてテレビでパソコンゲームの必勝法を紹介します。まずは軽くこのゲームの画面を見てください。このゲームはですね、こういう風にいろんなとこを歩き回っていろんな敵と出会い、そして戦争をしていきます。で、敵に勝つとお金がもらえまして、で、そのお金を元手に、武器や鎧を買って、で、自分も強くなっていくわけです。このザナドゥというゲームは、その他にもポイントとなる場所が何箇所かありますので、それを順を追って見ていきましょう。はい、じゃあまずゲームが始まって最初のレベル1です。ここでですね、一番皆さんが悩んでしまうと思うのは、この階段状になったレンガのところです。で、ここは普通にこうやって登ろうとすると落っこってしまうんですが、ちょうどですね、このドアの左側の位置から9のキーを押しっぱなしにすると、こんな風に斜めにすんなりと登っていけるんです。そして、ここから落ちるときにタイミングよくスペースバーを押すと、レベル2の巨大タワーへと行けます。
この方法を使わないとレベル2の巨大タワーへ行くことはできないんです。続いてゲームは進んでレベル7。このザナドゥというゲームでは各場所に鍵のかかったドアというものがあります。でここではキーというアイテムを使わないとこのドアを開けることができないんですが、そのキーを使わずにこのドアを通り抜ける方法をご紹介しましょう。まずドアの時に隣に敵がいる時にその敵と戦闘モードに入ります。そしてその敵を倒した後にドアの方向へ向けてひょいっと抜けるんです。そうするとほらこの通り鍵を使わずにドアを抜けることができるんですよ。そしてお次はレベル8。このゲームではウィングドブーツというアイテムを使うとこんな風に空を飛ぶことができます。でもってこのレベル8ではこのアイテムを使わないと見つからないタワーが一つあるんです。この位置で普通に左右に動き回っても何も見えません。ところがここでウィングドブーツを使って上に羽ばたくと、ほらこんなところにタワーがあったんですね。この中では光の薬なんかを見つけることができるんですよ。いよいよゲームも終盤に差し掛かり、自分のキャラクターのランクが最高にまで上がると寺院で僧侶さんがこんな地図を見せてくれます。実はこの地図はドラゴンスレイヤーのありかを示したものなんです。この地図がどんな意味を示すかは君が自分で考えてみてくださいね。さあとうとう最後のレベル10にやってきました。この面は最後の巨大なタワーへ入るまでの道のりがとても複雑です。ここでは特別にハイスピードでその巨大なタワーへ行く道のりを皆さんにお見せしましょう。この渦巻き状の道をずっと回っていくと、ほらこんなところに巨大タワーがあるんです。ここではいつものように2段ジャンプを使えば入口へ入ることができるんです。ここがレベル10のタワーの一番奥の部屋です。この部屋の中にはシルバードラゴンというでかい敵が隠れています。前の面で会った時のシルバードラゴンはとても強かったんですが、もうレベル10まで来た君の敵ではありません。こんな風にちょいっと当たるだけで、ほら逃げ切れ倒すことができるんです。そしてこのシルバードラゴンがいなくなった後の部屋の中にはいよいよ待望のドラゴンスレイヤーが落ちているんです。それではパソコンサンデーを見ている皆さんにだけ特別に最後の敵キングドラゴンをお見せしましょう。ここがレベルいくつかはあえて言いません。でこのキングドラゴンというのはとても強くて、たとえドラゴンスレイヤーを持っていても今まで通りの戦い方では倒すことはできません。まあここではあえて負けてみせましたが、どうやって戦っていたか考えてみてください。はい、今週のソフト情報はイーストキューブから発売されています白夜物語というゲームです。で12年に一度、まあ、辰年の時に、次々とこのウィンチェスター洋館というところで起こる謎の女性バラバラ殺人事件で、その謎を解くために、まあ、主人公はですね2人のテレビの女性プロデューサーと一緒に探検していくわけなんですけどね。でゲームの内容はと言いますとね、結構やっぱりオカルティックに作ってありましてね、変な善人のおじいさんだと思った人がいて優しくしてたら実は、とんでもない妖怪だったとか、それから、まあ、13日の金曜日なんて映画がありましたけどね、あれに出てきたようなジェイソン・マスクとチェーンソーを持った男とかね、そんなのも出てきましてね、まあ狙ってるなっていう感じがするんですけどね、なかなかコミカルな味付けもしてありましてね、いい味を出してるんじゃないかと思いますね。ですからまあそんなに力まないでね、まあ、こたつに入ってみかんでも食べながらゆっくりとプレイするといいんじゃないでしょうか。今週はこの白夜物語を5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はご覧の要領でお申し込みください。郵便番号540大阪市東局区内テレビ大阪パソコンサンデーソフトプレゼント係です。番組に対するご意見ご希望をお書き添えください。お待ちしています。今日は人工知もうパソコンは生活の一部です。女性の間でも高まる急上昇、私はそんな楽しさを女性の立場から探っていきます。ゲームファンには僕がゲームの手ほどきを、私がハードやソフトを解析して分かりやすく説明します。知れば知るほど国会パソコンのことが何でも分かるパソコンサンデー、日曜朝9時半です。